つもごめんね、柴くん。2個までは絞ったの。2個。うん。幼馴染の2人が結ばれるのはよくあるお話。でもこの世界は普通じゃない。ここは超少子化対策法が制定された世界。この国の男女は満16歳になると政府により将来の結婚相手が通知される。それは科学の赤い糸と呼ばれ、それ以外の恋愛は禁止される。二坂葵だな。高千穂宗介、二坂葵のパートナー。自己紹介しますね。二坂。どうでもいい。政府通知の相手だから結婚する。お前がどんな女だろうが興味はない。俺はずっと葵のことが好きだ。何悩んでんの？俺の全てをかけて葵を幸せにする。私が高千穂君の友達になる。お前は友達なんかじゃない。不必要な異性との交友は慎まないと。政府通知の相手とは絶対幸せになれるって。このこと葵さん、葵には言わない。知らなくても当然やけど。君はさ、気づいてないことが多すぎる。お前には関係ないだろ。関係ないわけないだろ。恋愛禁止の世界で見つける運命の結末。私の幸せは私が決める。恋と嘘、